ポール・ニューマン、ポール・ニューマン、ポール・ニューマン、1925年1月26日から2008年9月26日は、アメリカ合衆国出身の俳優である。3度のアカデミー賞受賞をはじめとして、数多くの受賞歴を持つ。また食品製造会社、ニューマンズ・オンの設立者であり、1982年の設立以降を挙げた。 純利益2億2000万ドルを全額寄付。その他、レーサー、政治運動家としても多くの功績を残した。1950年代以降半世紀以上にわたり、第一線で活躍した人物である。オハイオ州クリーブランドで、スポーツ用品店を経営する、ハンガリー系ユダヤ人の父、アーサーと同じくカトリックの母、テレサとの間に生まれる。 幼い頃は脆弱で学校でいじめを受けていた。7歳の時、演劇好きの母の勧めで、自動演劇団に入団。ロビンフッドの同家試役で舞台に立つもポールは演劇に関心を示さなかった。12歳の時、クリーブランドの自動演劇部に入部。高校卒業後は定職に就かず、百科事典の訪問販売などで生計を立てていた。その後、家業を継ぐために、 アセンズのオハイオ大学経済学部で学ぶが、第二次世界大戦が勃発し海軍に入隊。航空機操縦士を志願するが指揮網によりかなわず、爆撃機や雷撃機の後部従座手、剣務選手の訓練を受ける。1944年、航空機無選手としてハワイのバーバーズポイントに割り当てられ、その後雷撃隊に配置される。t b 会。 TBM アベンジャーの後部獣座師となり1945年、春、空母、バンカーヒルに乗艦し沖縄戦に参加。終戦後に、オハイオ大学を経て進学した、ケニオンカレッジではフットボールに打ち込むも、チーム内の喧嘩が原因で、除名処分を受けたため子供の頃に学んだ演劇の道を志す。卒業後、地方の劇団を渡り歩き演劇の修行に励む。 片原1949年に結婚。翌年に父親が他界すると一旦家業を継いだが演劇講師になるための学費を苦面するために父の代から続いた店を売却。進学先であるイェール大学大学院で披露した演技がプロデューサーの目に留まりニューヨークに招かれた。テレビドラマや舞台における演技が認められ、1952年にジェームズ・ディーンや マーロン・ブランドと共にアクターズ・スタジオに入学。初の大役となったブロードウェイの舞台ピクニックでの演技が映画関係者から高い評価を受けワーナー・ブラザースと5年間の専属契約を交わす。アクターズ・スタジオに同期で入学したディーンが主役を演じたエレンの東では当初主人公の兄を演じる予定でスクリーンテストまで行ったものの監督のエリア火山が ニューマンの出演を却下。1954年に銀の坂でスクリーンデビューを果たすものの作品自体が映画評論家から失敗作の落印を押されるという不本意なデビューとな。ディーンとブランドがそれぞれエデンの東、鳩場で世界的トップスターへと上り詰める一方でニューマンは満足のいく作品に出演できない上、スタジオや批評家から 第二のマーロンブランドと称されることに失望し映画を離れ活動の拠点を舞台とテレビドラマへ移した。舞台とテレビドラマにおける演技が賞賛されたニューマンはディーンの救世により主演のポストが空白となっていた映画、傷らけの栄光に監督のロバート・ワイズの依頼を受け出演。実在のプロボクサー。 ロッキー・グラジアノの話し方や癖を模倣するなど、徹底した役作りを観行した末に臨んだ動作は、高く評価され、一役注目を浴びる存在となった。1956年に、最初の妻と離婚。1958年、戦術の舞台、ピクニックで知り合った女優、ジョアン・ウッドワードと、映画、長く暑い夜での再共演を機に再婚。三人の娘を設ける。 炎王夫婦となる。さらに同年の映画、熱い途端屋根の猫で、初めてアカデミー主演男優賞にノミネートされるなど、孔子共に充実した時期を迎えた。1960年代はニューマンにとって、純平満帆そのものであった。1961年のハスラーで、英国アカデミー賞の男優賞を受賞すると1963年の、 ハットでの受賞を機に1965年と1967年の3度、ゴールデングローブ賞の世界で最も好かれた男優に選出された。さらに、妻のジョアン・ウッドワードを主演に起用した初監督作品、レイチェル・レイチェルでは、同年度のアカデミー賞で作品賞をはじめとした4部門にノミネートされたほか、ゴールデングローブ賞とニューヨーク、映画批評家協会賞では、 監督賞受賞に加えて、妻に女優賞をもたらした。1969年にロバート・レッド・フォードと共演したアメリカニューシネマの西部劇、明日に向かって打て、は、生涯最高のヒットを記録。マネーメイキングスターの一位に選出され、世界的トップスターとしての地位を不動のものにした。さらに制作者としての飛躍を求めて、シドニー・ポワチへ、 バーブラストライサンドと共に映画制作会社ファーストアーティストを設立した。1973年の監督作品マダラキン戦火に現れるガンマ戦の影響では再び妻のジョアン・ウッドワードを主演として妻がカンヌ国際映画祭女優賞を受賞。同作にはジョアンとの娘であるネルポッツが娘役で出演している。 ファーストアーティスツ設立後初めて制作を担当した映画レーサーでのレーシングスクールへの参加を機にカーレースに熱中するようになり44歳にしてレーサーとしてプロフェッショナルデビューを果たした俳優業でも成功は続きレッドフォードとの共演した1973年のスティングは同年度のアカデミー作品賞を受賞翌1974年の タワーリング・インフェルノでの報酬は100万ドルに達し、前妻との息子、スコット・ニューマンとの共演も実現した。ジョン・カイ・ケネディ政権時の1961年より、始められたベトナムにおけるアメリカ軍の派兵拡大を目の当たりにしたニューマンは、1960年代から1970年代にかけて、積極的な反戦運動並びに公民運動を展開、活発な運動と、 過激な発言は、1973年に行われた、アメリカ軍のベトナムからの撤退を指揮した、リチャード・ニクソン大統領までをも敵に回す結果になり、1973年に、ホワイトハウスが公表したブラックリストにその使命が、記載された。レーサーとしては1977年のデートな24時間レースで5位。 1979年のルマン24時間レースでは2位を記録するなど華やかな成功を収めた。1975年にはカール・ハースと共にニューマン・ハースレーシングを結成しカートに参戦した。その一方で俳優業は不審が続きタワーリング・インフェルノのアーウィン・アレンと再びタックを組んだパニック映画世界崩壊の序曲は工業的に 大失敗した上批評家からは、史上最低パニック映画と酷評され、ポール自身も、同作への出演を公開する、胸の発言をする始末であった。さらに1978年には、息子スコットが酒と、ドラッグに溺れ命を落とした。愛息の死を嘆いたポールは、麻薬撲滅運動の展開を決意、ドラッグで命を絶たれた息子の名を冠した、スコット・ニューマン基金を設立し、 ドラッグの弊害を描いた映画やテレビ番組に対する金提供を行っている。1970年代後半は不審続きであった俳優業も1980年代に入ると1981年のスクープ悪意の不在からアパッチ取りでブロンクス氷結と立て続きに出演した社会派作品でリアリティのある技を披露し新境地を開拓した。 また自家製のサラダを自慢していたニューマンは1982年冗談半分で食品会社ニューマンズオーンを設立した極力食品添加物を排除したフレンチドレッシングやランチドレッシングは好評を博しスパゲッティあるいはパスタのソースやポップコーンの販売にも着手する日本では日本アムウェイが商品の販売に参入するなどボールの知名度も 相乗効果をもたらし、芝叩く間に、世界規模での事業拡大に成功。純利益を、全額、貧困にあえぐ、子供たちに寄付している。俳優としても1983年に、ゴールデングローブ賞の生涯功労賞に相当する、セッシュル・ビー・デミル賞を受賞。さらに1985年、長年の功績を称えられ、アカデミー名誉賞を受賞。 翌1986年には、ハスラーにでの演技が認められアカデミー、主演男優賞を受賞。2年連続で、オスカー像が授与され、世界的にその名を残す人物となった。歓暦を超えても、第一線での映画出演を続けたニューマンは、1994年のノーバディーズフールで、ベルリン国際映画祭などで、数多くの男優賞を受賞。 ロード・トゥ・パーディションで9度目となるアカデミー賞ノミネート初の助演男優賞部門を果たすと80歳を迎えた2005年にはテレビドラマ追憶の街エンパイアホールズでゴールデングローブ賞とエミー賞を受賞2006年にはピクサーのアニメーション映画カーズでメインキャストのドッグハドソン役で声の出演を担当止め所なく 活躍を続けるニューマンに対し一部映画関係者からロバート・レッドフォードとの最後の共演作品が企画されるなどしていたが2007年5月25日出演した ABC テレビの番組においてカレーによる演技力、記憶力の衰退から自分の納得する演技が不可能になったと語り俳優としての活動を引退することを正式に発表した。 ニューマンにとって私生活での著名な活動の一つであるニューマンズオーンは四半世紀に及ぶ運営で上げた2億2千万ドルの純利益を全額恵まれない子供たちに寄付。1993年にはその功績に対しアカデミー賞のジーン・ハーショルと共愛賞が贈られた。俳優としての活動に終止符を打った後はこれらの事業や家族とのコミュニケーションに専念する意向を示しいた。 2007年6月、中西部オハイオ州ガンビアの母校家に4代に対し、奨学基金の設立資金として1000万ドル、約1 0億円の寄付を申し出た。今回の寄付について、母校への個人的愛情や恩義と説明。奨学金は、家庭の事情で学費が払えない、非白人のマイノリティ、少数派の学生らに支給されていくという。 2008年5月に同年後半に予定していた舞台の監督を健康面を理由に降板すると発表して以降健康状態について末期の肺がんで闘病生活を送っているとの報道が相次いでなされ配給会社は元気でやっているとだけのコメントを発表をしたその後報道は沈静化一時癌の科学治療のためニューヨークの専門病院に 入院していたが、経過はかんばしくなく8月に退院し自宅治療に、専念。現地時間の2008年9月26日、コネチカット州ウェストポートの指定において死去。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。